この番組は居酒屋一樹の提供でお送りします。中本直樹のなんてったって歌謡曲。ブルーのワーゲン、コンバーチブルさ、長い髪をなびかせて、アクセルを踏んで元町ストリート駆け抜けてく風のように、パークサイドのドライブウェイ、川の下に星屑降り注ぎ、二人の青い影、ひとつになるさ、きっと出会ったやまてのチャペル、バイブル片手にカフェに誘ったよ。はい、2時になりました。2時といえば中本直樹のなんてったって歌謡曲の時間でございます。今日もお聴きいただきましてありがとうございます。今日はですね、単語歌手の、前に男性でね、マモちゃんで西澤守君を、呼んだ以来の単語歌手という、単語歌手といってもですね、ピンからキリまで、いろいろと菅原由紀さんはもう大御所ですけどもね、そういう単語を歌っている中では、多分じゃないな、絶対だな、ものすごい綺麗な絶世の美女でございます、佐伯アンナさんをお迎えしております。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。佐伯アンナです。なんで綺麗なの、そんなに。いや、またそんなうまいことを言ってですねいやいやいや、本当にありがとうございます。ね、昔、はい、僕がいた小沢音楽事務所っていうところで、はい、ね、入ってこられて、そうですね、デビューしてっていうね、はいはい、あれから何、30年ぐらいやってる、もうちょっとやってる、もっとですね、今年、35年、35年、はい、ちょうど終わる頃になります。はい、デビューがちょうど8歳ぐらいの時だったね。そうそうだよねもうこれ1ミリも変わんないよ、本当に。いや、そんなことないんですよ、皆さん、本当にいやいや、もう後でこれ写真ね、アップしますけども、はい、変わらないですありがとうございます。ましてこのね、 CD の写真なんて言ったら、はい、もうあんたどうなっちゃってんのっていうぐらい、もともとはあれですもんね、はい、ミス札幌ですもんね。そうですね、もう3万人ぐらい応募があったんでしょそこまでじゃないですけど、まあ、そういうミスの、そのものの中ではちょっと多い方みたいです ね、はい、もうだって大沢音楽事務所って言ったら、はい、綺麗な人いなかったんだから。そうですか怒られちゃうけどそれはちょっといやいや、いない、はい、いないです、ね、もうその中でもバラのように輝いてそうですか、本当にありがとうございます。デビュー曲が黄色いバラの単語、はいはい、そうです、ね、加藤和彦さんと安井和美さんのお二人に作っていただいた、うん、はいはい、曲ですね。すごい、もうだって、はい、小沢音楽事務所の中ではもう異例だよね、はい、それだけの人が作る、ね、そうですね、はい、楽曲でデビューっていうのは、はいはい、そうなんですよ、アルバムとシングルでデビューしてっていう形だったので、うん、ね、はい、あの頃はもうちょっとふっくらしてたね。あ、そうですね、もうちょっとふっくらしてました。今こうシュッとしてる。そうですね、細くなりました。若いだけあってね。そうですね、ちょっとプッてやればあ、なんかこう爪楊枝でプッて刺すとプルンって言って回るなんか羊羹が出てくるようなね、あんな感じの、ね、キチキチしてましたかね、はい
じゃあ早速ねちょっと1曲目を、はい、聞いていただこうと思います。これは新録ですね、はい、そうなんです。新しく録音したということで、はい、30周年の記念のアルバムを作るときに、ね、やっぱりデビュー曲、はい、新たに生まれ変わらせたいと思いまして作りました。わかりました。じゃあリアレンジ、はい、そうです、はい、じゃあ聞いていただきましょう、はい、佐伯杏奈さんで黄色いバラのタンゴ。佐伯杏奈さんで黄色いバラのタンゴ、はい、これは、はい、30周年の、記念アルバムで、はい、躍進という意味の、はい、ことなんでしょうかね。そうなんです。このアルバムがね、はい、
ということで、今日は佐伯杏奈さんをお迎えしてお届けしております、はい、やっぱりなんかこう日本のレコーディングと違うよね、うん、そのミュージシャンも違うしね、そうですね、そのなんていうの、はい、生活から来るその体感なのか、うんうんうん、日本人ってこうなんかどっちかっていうとこうなんか律儀な、そうきちんと、ね、刻んでいくじゃないですか、はい、やっぱり向こうはね、はい、アバウトっていうかさ、もう揺れてて揺れてて揺れててなんですよ、うん、すごい、だからそういう意味ではなんか今の僕は好きな、タイプのレコーディングの、歌だったと思います。そうですか、ありがとうございます。最後のチルっていうのはちょっとね面白かったなという思いはありますがさあ、じゃあちょっとね掘り葉掘り聞いていきたいと思います、はい、川越は初めてですか？初めてですね、実は、うん、もう東京に暮らして長いんですけれども、うん、こちらの方に足伸ばすことよくね、あの美味しいものがたくさんあるとか、はいはいはい、いろんなことを聞くんですけど、はいはい、なかなか来る機会がなかったので、うん、今回こうして意外に近いんでしょ、はい、意外に近かったです、ね、はい、たまたま今日は、ね、収録があの、うん、祝日に重なってましたからね、はい、混んでたと思いますが、はい、もうこれがね夕方から夜になるとまたライトアップされて、街全体が綺麗。ああそうなんですね。じゃあ終わった頃ちょっとぶらっとすると、終わった頃ちょっとまたずっと行くと、綺麗なんですね。綺麗だと思います。あの時の鐘とか見ました？見てないです。ですね、まだ、はい。食事だけしてこいったんですよね。そうなんです。あの教えていただいて、はい、美味しいところありますか、ね、ってあのうなぎの美味しいところ教えていただいて、はい。はい、昨日ね、お会いした時にじゃあ何が美味しいですかって言ったら、川越はうなぎかなとかって言ったら、あじゃあうなぎどっかあります、はい、って言われて、それでお教えしたうなぎ屋さん、はい、いや本当美味しかったです。美味しかった、美味しかった、はい、ちょっと多分いつもより気合を入れてあの大将が焼いたと思いますけど、気合の分また、ね、美味しかった思いがこもってたかもしれないです、はいはい、でデビューをして今年で40年35年が終わるところですね。終わったところだから、はい、35年か、はい、4月にデビューをしているので、はい、あの来月丸デビュー35周年を終えて、はいはい、また新たな一歩って感じです。35年を振り返ると、はいはい、なんかいいことも悪いことも思い出すでしょうけど、はい、そうですね、はい、なんか一番楽しかった、うん、まあ、嫌なことって意外に忘れちゃうんだけどいいことって結構覚えてるかなと、まあ、その逆の人もいるから、あそっか、うん、どうなんかいい、これはすごいいい思い出だったなっていうのはありますか？いやもういっぱいありすぎちゃってなんですけれどもね、うん、あのもちろん日本での、 その20周年とか30周年の記念のコンサートツアーもそうでしたけど、うん、やっぱり海外の思い出ってまたひときわ鮮明ですね。あの私が小沢を離れて、うん、あのオルケスタデルソルのサルサのバンドのメインボーカルで誘っていただいて、はいはい、まあ、それがきっかけでエクソの CM ソングを歌うことになって、うん、ニューヨークでレコーディングしたり、うん、あのすごい金かけてたね、すっごい CM とかこれは映画の撮影なんだろうかっていうところで、うんうん、あのブルックリンブリッジの下にセットバッって組んで、うん、みんながサラサラダーッと踊ってるのを見た時、うん、もう鳥肌だよね。しかも自分が歌ってる歌が流れてるところでこう踊ってるわけですから、うん、まあ、なんかすごい感動して、あの今回歌ってるアンナだよって紹介していただいたりなんかして、うんうん、いやいやなんか恐縮ですみたいな感じでしたけど、まあ、そんなちょっとしたことでも海外になんかロケに行ったもんだけどさ、そう今は ねないですけどね、今回のその話 の、うん、ロケとは、はい、スケールが違うよね。いやもう本当にこんな CM、うん、要は30秒のあの世界をこんなにお金かけて作るんだっていう、うん、はい、今は CG になったりね、はい、してますから、ね、漫画になったりしてね、うん、どんどんやっぱりこう予算も縮小されてるからね。そうですね、まあ、そんな思い出もありますし、まあ、いろんな国にコンサート行くようになって、うん、まあ、一番最初にニューヨークでやった時は本当にドキドキで、もうブーイングされたらどうしようとか厳しいって聞いてるし、うんうん、ブーとか言われたらどうしようなんて思ってましたけど、うんうん、本当に温かくこう迎えていただいて、うん、その年2回、うん、あのすごく有名な SOBs っていうライブハウスで2回やることになったり、長年続けてる間でやっぱりすごく嬉しかったのが、まあ、いくつもあるんですけど、うん、カーネギーホールで2回目にやった時に、はい、あの
私のお客様って大体現地の方が多いわけですよ、はい、日本からツアーに来られたりしないの で、でスタッフの方が現地のスタッフの方がみんな覚えててくださって、うんうん、あんなお帰りって言ってくれたんですよ、うん、お帰りってお帰りみたいなお帰りなんだと思ってすごい嬉しくて感動したこととか、ね、まあ、いろんな国にやっぱり行った時パリに行った時、うんうん、その不眠症が良くなったって言ってくださった男性の方がいて、フランス人の、であなたのなんかすごく寝れなくて寝れなくて苦しくて、であなたのコンサートを見てその日からすっごくよく眠れるようになったってお便りをいただいたんです。これ誰のコンサートに行ったのとかね、思うぐらい、なんかその方はずっとファンになってくださって、パリでコンサートがあるたびに来てくださってましたけど、そういうお客様の反応、要はフランス語で歌ってるわけじゃないので、まあ日本語交え、メインがスペイン語じゃないですか。でそうなった時に、あ、何がやっぱりこう思いなんだなって、言葉を超えた思いがちゃんと伝わるんだなって思った時に、さらにやっぱり自分はやっぱりこう思いを伝えていきたいとい こう思いがすごく強くなったし、だからこそいろんなことあって苦しかったりもするけど、こうプラスの思い、こう頑張る、ね、何かを伝えたいって、その熱い思いをすごく大切にしたいと思い、で人を癒すってどういうことなんだろうって改めて考えてみたりしたことがあって、それで私実はヘルパーを受けたりしたんですよ。だから2級を持ってるんですけれども、ちゃんと本名で通い、はい、そうなんですよ。だからみんな施設の方とかわからないわけだから、実習に行った時に、いや、うちで働いていただけませんかって言われたことがあってすいません仕事がって言ってた時に、なんかもうそのすぐ後に土曜日の朝の番組なんだったっけ、まあ出てたんですよ、で出ることがあって、でたまたまそれをご覧になられたので、すいませんって歌手の方だったんですねって後になって、そんな話をいただいたり、でもすごくいいお勉強になりましたし、でも確かに佐伯アンナっていう名前は、日本よりも多分海外の方が知られている可能性があるよね。あるかもしれません。アンナってやっぱり佐伯アンナってアンナ佐伯っていうと、ね、要は単語の界隈の方たちはやっぱり大体皆さんが知ってるっていう、ね、はい、感じになってますね、ありがたいことです。まあでも介護、ね、してもらったらいいだろうなそうですね、俺もいざとなって電話しよう頼みますさあ、そう、じゃあそれがまあ楽しかったこと、良、はい、かったこと、思い出、はい、そうですね、この仕事は嫌だったなっていう仕事はない。嫌だったなっていうのって、まあ、実はあんまりないんですね。小沢の時も本当ありがたいことに、そんな嫌な仕事を持ってくるっていうことは本当になかったですし、なんかほら、はい、オールスター水着でなんとかとかみたいな、そういうのはないでしょ。全然ないです。もうそういうの一切嫌だって言ったので、まあ、それはもう全部尊重してくださってましたから、水着の仕事はなし、そういうのはなし、露出の多いものはなしっていう、徹底してくださってましたので、ありがたいことに、それは NG がずっと続いてたわけ。あ、そうです、もうずっと今まで続いてます、その、そのあたりの NG は、一度水着を着たのは、ダイビング雑誌、ダイビングをする雑誌の中で水着を何着か着ただけで、あとはもう全部ウェットスーツ着てますし、はい、その水着は何、はい、ワンピースの水着、もちろんです、もちろんですっていうのもなんですけど、すいません、もちろんですっていうのもなんなんですけど、それなんかちょっと見てみたいねそれしかないんだとしたら、 それしかないんです本当によし、後で探そうヤフオクにあるかなでも本当に きついっていうか厳しいなと思ったのは、海外でコンサートするようになって、南米に行くと、もうね、アバウトなんですよ皆さん、でね、アルゼンチンは特にフェスティバルとか行くと、初めてその場で初めて会った方とやらなきゃいけなかったりするわけです、だからリハが当日なんです、しかも最初、あ、アンナはアンナね、日本からわざわざ来てくれてるので、30分リハ取ってありますからって言われて、で実際蓋開けてみると10分しかないとか、この難しい曲たちは一体どうするんだっていう中で、いや僕はねって、僕らは譜面読めないんだよって突然言われたりとか、譜面読めないですかみたいなとか、まあ本当に
にその辺ではやっぱり苦労しましたね。突然こうなんか楽器の音がなくなって、この楽器どっか行っちゃったと思ったら、こう突然こう黙って弾けてなくなったりとかするんですよ。なんでそれ。要はそこから読めてない。読めなくても弾かない、ね、ミュージシャンって。そう、もうね、もう持て上げ、うん、そうなんですよ、ホールドアップ。そう、ああそう。でもう、でもあのしらっとはしてますので皆さん、でまた、まあ、ジャズの人たちってさ、ね、メモリーで、はい、このじゃあキーだけ決めてとかって言ったら、はい、それでね、もう譜面見なくても全部弾けるじゃない、まあ、そういう意味で言うとそのねバイオリンの人が弾かなくなっちゃうっていうのはなんかミュージシャンとしてなんかこう、うん、どうなのって大丈夫なのかなって本当ちょっと一瞬消えたなと思って、でまた途中から入ってくるんですけど、うん、これ違うとこ弾いてるなとか、C なのに C シャープで弾いてたりとかね、ありそうだよね、はい、あります。それが多々いっぱいあって、でも普通譜面読めない人って耳がものすごく異常にいいから、うん、音だけは外さないんだけどね。多分その向こうの方たちはあのクラシックの単語はだからアレンジさえ変わればっていうか自分たちの好きなようにやらせてもらえればどんなことでもできるんだけど、いざ譜面があるとアレンジが変わってるとダメみたいなんですよ、はい、そういうこうなんだろう、器用な若い子とその昔からのものを受け継いでる年配の方とのこう境目が難しくて、若い方をまたですね初見で渡して、こう普通初見で渡してバーってすごいんですよ、はい、本当にわすっごい初見聞くんだって、うん、でリハ終わった時に普通コンサートまで皆さん譜面持って帰るじゃないですか、うん、練習するのに、うん、返してくるんですよ、うん、もういいって、もういいって、うん、オリジナルなんだけどなって、うん、要は知ってる曲であるけどアレンジが変わってるので、うん、でもあ大丈夫僕大丈夫って言って本番をまた渡して、うん、本番に出してくるものってもっとすごいんですよ。だから上手い人たちは死ぬほど上手いのがやっぱアルゼンチンです。だから極端で、うん、だからもうなんかすっごく鍛えられました。もうなんかいつも冷や汗なのか油汗なのかわからない汗が滝のように、そう滝のようにいつも流れてきて、って自分の歌詞の心配じゃなくてバンドの心配をしなくちゃいけないっていうことは、あの多々ありました。まあ、それがこう、はい、きっとなんか歌にも躍動感につながるんじゃないの。あそうですね、あのうまいこと今引っ張ったなと思って。うまいですね。躍動という曲をね聴いていただこうかなとお願いします。自分で言うな、はいはい、それでは聴いていただきましょう、はい、佐伯杏奈さんで躍動。信じてみる、愛してみる、頑張ってみたいね。
肩の重荷を捨てて、人生はあなたのものだから、二度とないこの時を一緒に生きよう。つまずいて痛む心も、気高さに負けた気持ちも、出しまっすぐ前を向いてく、見ないふりしてた心も、気づかないふりした癖も、すべてを聞いただきました、はい、躍動、はい、佐伯アンナさんでした、はい、やっぱりいいね。ありがとうございます。これは歌詞も書いているの で、ね、はい、あなたが、はい、作詞か、はい、あのね、セリフも、はい、あれもともとはセリフはあそこはなかったんですけど、うん、あの間がちょっと自分にはあこれ絶対セリフ入れちゃえとか思って、うんうんうん、入れていい、ルイさんって言ったら、うんうん、あ入れて入れてって言って、うんうん、あのセリフ入れて、その場で考えたの、はい、すんげーでだからコーラスも自分でやってるんです。あなるほどね、はい、ルイさんと一緒にレコーディングするとき突然、うんうん、アンナさこれコーラス入れていいって、まあ、いいよって言ったら、うんうん、あじゃ あのいくつか考えるからえ私って言ったらそうそうそうあ自分でやるのね全部って言って、うんうん、結構ひる低いところまで私声が出るので、うん、その低いところが好きみたいで、うん、なんかどこまで出るのかちょっとやってみたいんだけどいい、うん、とかって言ってすごい低いところまでやったりとか、うんうん、いろんなこと試されました、うんなるほどね、でも日本と違って、うん、本当に準備期間がないので、うん、えこれからって言ったらうん、うん、これからみたいなねさらっとさらっと、うん、鍛えられますまあ、でもだからこそ多分躍動感が感じられるようなあの歌に仕上がってるんだろうなと思います。日本では多分こういう風なねレコーディングにはならないだろうなと思った一曲でございました。ありがとうございます。最初に聞くべきだったなと思うことを今思い出しました。なぜ単語の世界に入ったのかっていうのも分からない。そうですよね。これがもうまさしく小沢に入るきっかけになるんですけれども、うん、あのまあ、ミス札幌に選ばれて、うん、東京に出てきて、うん、最初はちょっと白鸚さんとかので女優になるか歌手になるかみたいな感じだったんです。おうおうおう。でもあの歌を見出してくれてたのでじゃあちょっとあの小沢音楽事務所っていうところで歌を聴きたいって言ってるんだけど、うん、っていうことで、うん、まあ、いろんな曲をちょっと用意していって、うん、まあ、それこそ竹内まりやさんの曲とか、うん、中森明菜さん、うん、いろんな方の曲を歌って、うん、まあ、いわゆる歌謡曲、ね、そうそう歌謡曲ですよ、うんうん、それであのその中でこれちょっと歌ってくれますかって言われたのが、うん、あの小雨降る道、はいはいはい、でも初見これも初見だったんですけどこんな曲なんで、うん、ちょっと歌ってみてくれますって言われて、うん、はいって言って、うん、一応小雨を歌って、うん、そしたら単語どうですかって言われて、うん、
あ、でもその小雨はすごい綺麗な曲じゃないですか、あの静かな、うん、そうそうって、うん、あの曲すごい綺麗で、で、まあ、小沢社長といろいろ話をして、うん、まあ、菅原由紀さんの単語とか、うん、アルゼンチンの方の単語とか、うん、これね単語って言うんだけど、うん、みたいな単語なんだよっていう話を知ってるって言われて、うん、ちゃん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 ってそれがラックンパルシータっていうのとこう、うん、タイトルと曲が一緒にならないくらいだったんですけど、うんうんうん、でいろいろ聞いてる中ですごいかっこいいなと思ったんですよ、うん、あのアコースティックな音が、なんかピアノもそのバイオリンも弦もすごい迫力があるじゃないですか、うん、だからクラシックで聴くのと全然違って、でこのアコーディオンみたいな楽器はこれバンドネオンっていうんだよってその時に教えていただいて、うん、いやかっこいい音楽だなと思ったわけですよ、うんうん、若いながらに8歳って言ってくれましたっけ冗談ですけど、そうなんですよ、本当によくそういうふうになんか思ったね、はい、でね、かっこいいって思えたんですね、うん、で思ったんですよ本当に、うん、で自分ってどっちかでそのこう情熱的で熱いっていう感じじゃない自分っていうのよく知ってるので、割とどっちかで静かな方なんで、うん、自分で言うのもなんですけど、うんうん、あなたデビューするのって大丈夫って言われたぐらいの人なんで、うんうん、まあうん、でもこう聞いていて自分にないもの、でももしかしたら奥底に持ってるかもしれないものっていうのがなんかすごく触発された感じで、あ、これ歌ってみたいと思ったんですよ、うんうん、で小沢に入ることになり、うん、じゃあ単語歌手でデビューしましょうっていうことになり、もう10曲これ覚えてくださいって言って、うん、菅原さんの聞いたり、いろんな方の、うん、アボさん聞いたり、はい、アボさんにも教えていただきましたうん、うん、で本当たくさん聞いてたくさん覚えて、うん、でそんな中でちょうどデビューするちょっと前にまだ芸名つく頃かな、うん、アルゼンチンから単語87ですねの時に、うん、ホセ・コランジェロさんが来ていて、うん、でまあ、歌手でデビューするんだけど背が高いもんですから、うん、ダンサーの方たちが、うん、ダンス踊るのって言われて、うん、いやいや歌手なんですって、うん、あそうでも身長があるからもったいないからダンス教えてあげるよって教えていただいたのが良かったです。単語のリズムって難しくって、縦の四分の2が取れてるようで取れてないんですよ、うん、でのなんかこう自分が歌ったのを聞くと、うん、なんか乗れてるようで乗れてない、うん、このどことも言えないこう何とも言えない気持ち悪さがあって、うん、それが、うん、どんどんこうダンスを教えてもらう中 で、うん、でコランジェロさんはカミニートを弾いてくださって、うん、教えてくださったり、うん、でそれを踊ったことで、あ、うん、なんだこんな感じ、こんな感じに揺れて、うん、あこんな感じに決まってっていうのがなんか体に入ってくる感じだったんですよ。あそうだよね、だって日本でも子供の頃から慣れ親しんだ音楽じゃないからね。そうなんですよ、血がないし、ね、血も肉もないわけじゃないですか、うんうん、そうなった時に何で埋めるかっていうのはやっぱり好きという情熱とそういう経験しかないわけですよ、うんうん、体験体得、うんうん、でダンスを踊るようになって、うん、あこんな風に歌えばいいんだってなってから、じゃあどのこの単語のダンスも踊れるの？踊れますよ、私デビュー当時結構踊ってました、ダンサーさんたちと一緒に、はい、でおかげさまで踊れるようになって踊って歌って、ということは小沢事務所自体はほとんどその歌だけしか聞いてなかったんだよね。 そうかもしれないですね、はい、ステージもあんまりこういったこともなかったような気がするので、あなるほどね、そうなんです。だってダンスすごいよね、はい、すごいです、アルゼンチン単語のダンスってね、はいはい、難しい、ガンチョの情熱的だしね、結構バンバン踊ってました、私よく足切ってました、だからガンチョってするとものすごいスピードで足をかけていくので、はい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 、自分の靴の金具で自分の足が切れてたりするんですよ、血が出てると思うので、終わったら、うん、ワンステージ終わったら血が出てたりとか、一回センチュリーハイアットでずっと毎週歌ってる時に、はい、でその時にダンサーさんたちが来てた時に、うん、残って一緒にステージやってた時に、うん、肋骨折ったことがあるんですよ、リフトアップされてバランス崩れて、うわっと思った瞬間に、わっと思うと私も力が入るじゃないですか、で向こうも支えるのにグッて指に力が入った瞬間にパキッってなって、ふってなって、でまさか折れてると思わなかったので次のステージも踊っちゃったんですよね、うん、次のステージ踊っちゃったんだけど、そのリフトする踊りじゃなかったので、うん、違う曲だったので、
難を免れたんですけど、その後おかしいなこれちょっとおかしいなって1週間後にしてちょっと吐き気がしてきたと思ったら、ね、病院に行ったらこれ完全に折れてますって言われて1週間もしてから来る人珍しいですっていうまで怒られちゃってそれ痛かったんでしょ毎日。もうだってこう本当に頭の先からこうつま先までピッと電気が走る感じだったら痛くって、ね、次の日なりその日に必ず行くよね普通は。普通はね仕事がね忙しかったんですよ。だからテレビも出てて、いやいや仕事よりも仕事より自分の体の方がそれマネージャーに言わなきゃな。そうなんですよ。でなんかおかしいなと思って笑っても痛いし、うん、どうも息吸っても痛いし、これレコーディング始まっちゃって、うん、もう完全にふわっと横隔膜ミキミキって、これもしかしたらまずいかもしれないと思って、うん、もさすがにマネージャーに言って、あんなそれすぐ病院行かなきゃって言われて、そのマネージャーもとろいね。あそうなの、まあ、私大丈夫って言っちゃうと、え本当大丈夫、うん、だなんか大丈夫みたいみたいな感じですいませんもう。そんなことがあったりしました。そうですか、はい、面白い話をねちょっと聞かせていただきましたうーん、あとはそうだな、はい、なんか最近失敗したこととかなんかありますか。最近ですか。最近、まあ、でもなんかやっぱりコロナ禍でね、こう舞台なくなっちゃったりとか、うん、やっぱちょっと落ち込みましたね。やっぱりね舞台2つダメになってすごいこう自分としてはこうずっとシリーズでやってきた音楽劇で、うん、あもうこれをファイナルにしようと思っていたものがこうできなくなって中止。それ失敗じゃないじゃん。それ失敗じゃないんですけど失敗失敗って失敗。どんな失敗。例えばお風呂入ろうかと思って、うん、バスタブ入ってね、もうお湯が沸いてるっていうか、うん、もうお湯出して、ああ冷たかったとか、あ冷たいとかってそういう失敗よ。ないない。なんか買い物行こうと思って買い物行って、うんうん、あこれ買わなきゃと思って歩いてるうちに忘れちゃったって、あそうそうそう買おうと思って忘れることはあります。あるある、うん、ありますあります、うん、他にもなんか面白いエピソードが聞きたいわけ。面白いエピソードってあるってちょっとマネージャーに振ったりするんだけど意外とないよね、うん、なんかある、なんかあるいいよ言って、うん、あそうそうメガネ忘れた、あのメガネ忘れた、あのファッションショーちょっとあのよく知ってる林秀先生っていうデザイナーさん の、うんうん、あのファッションショーを見に行ったんですよ、うん、でちゃんと席に着かせていただいて、うん、すっごいいいショーだったんですね、うん、かっこよくって、うん、でメガネ私目はいいので、うん、伊達をかけてるんですいつも、うんうん、でも目は弱いのでちょっとこう、うん、あの目を保護するためにサングラスしてたんですけど、うん、こうずっと外して、うん、膝に置いてたんですね、うん、でどうもこう下に外したりってもうまたしたつもりでいたんだと思うんですよ、うんうん、で気がついたらあれメガネしてないなって思って忘れちゃったんですね、うんうん、この上にこうよくメガネかけて、はいはい、メガネメガネっていうやつじゃなく、うん、なくてリアルにでも、うん、そう忘れちゃった、うん、あでも一回やります。そのメガネを伊達をしたまま、うん、あのこう何でしょうシニアグラスを してやったことがあります、うんうんうん、あ、メガネの上にメガネしそうになったみたいなのはあります。なので、はいはいはい、まあ、かわいいエピソードというのはそういうことにしておきましょうかね。そうですね、はい、じゃあ、はい、今日の3曲目でございます、はい、ロコへのバラード、はい、ロコっていうのはローカルのロコ、うん、ロコってスペイン語でね、うん、あのまあ、これ放送禁止用語なんだけど、キチガイとか狂ってるっていう意味なんですよ。はい、あのこの曲はアルゼンチンですごくあの、うん、アストルピアソラさんって単語の革命児って言われて彼が作ってヒットした一曲で、私がデビューしたての頃そのピアソラさんのコンサート最後のコンサートを見に行って、その後ちょっとお亡くなりになったんですけど、それこれえこれ単語なんだってすっごい感動して、えこんな単語があるんだって、私もこうピアソラみたいに自分の単語の世界を作りたいって思わせていただいた第一人者なの で、うんね、でその方 のこのロコへのバラードを聴、うん、いて、うん、いやこれ単語なんだってすごく感動した一曲だったので、なるほど、あのまか不思議な世界なんですけど聴いていただけたらなと思います。わかりました。では、佐伯アンナさんでロコへのバラード。
la estado de citas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Buenos Aires no 昼下がり、私は家を出る。アレナレス通り、いつもと同じ道も私も。そこに突然、あの木の陰から、おかしな格好をした彼が現れました。半分に割ったメロンを頭にかぶり、肌の上に直にシャツのしまをかき、足には靴底の半分を打ちつけ。彼は人々の間をスイスイと通り抜けていく。すると、マネキン人魚が彼にウィンクを送り、信号は3つとも青になり、角の果物屋のレンジは彼にオレンジの花を投げる。そして、こんな風に半分踊るように、半分飛んでいるように、彼はメロンを脱いで、私に挨拶をして、そしてこう言うのです。Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentir el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendoré, con un poema y un trombón a despertarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que lo que es tu corazón de libertad ya vas a ver. こう言いながらロコは彼の夢という名のスポーツカーに乗ろうと誘うのです。私たちを歩道を突っ走ってゆく。なんとモーターはツバメなのです。ピエイテス通りからビーバービーバーと喝采する愛を発明した狂人たち。天使一人、兵士一人、娘一人が送ってくれる踊りに誘うワルツ。そしてロコは、私のロコは、なんとまあ笑顔で金付き堂を挑発し、ようやく私を見てこんな風に鼻歌を歌うのです。ケレメアシーピアンタオピアンタオピアンタオトレパテスタテルヌラデルロコケアイエンミーポネテスタペルカデアロンドラスイボラボラコンミゴジャペニボラペニケレメアシーピアンタオピアンタオピアンタオabrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir vení bona vení releira la 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 viva viva loco eri loca yo locos 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 ありがとうございます、はい、はい、聞いていただきました、はい、ロコへのバラード、はい、今日は単語歌手の今単語歌手のでいいの形容詞としてはそうですね、なんか単語歌手女優みたいな感じになってたりしますし、歌手女優の場合もありますし、うん、今フォルクローレとかも歌うのね、フォルクローレもやるけど、はい、単語歌手女優マルチな活動をされているそうですね佐伯アンナさんをお迎えしてお届けしております、はいはい、まあ、いろいろとねお話を聞いてきましたが、はい、日曜日なんですよねこの放送が、はい、で日曜日の午後2時っていうと、うん、なんかこうちょっとアフタヌーンティーじゃないけども、うん、
ゆったりした気持ちになって、はい、聞く分には今日のこの選曲は4曲とも、まあ、この4曲ってこの後ね、はい、聴いていただく曲も含めて、はい、もうちょっとなんかセンセーショナルでしたね。歌謡曲っていうくくり の,、うん、の, あのタイトルなんだけど、もちろんロックもいればフォークもいるし、はい、あのタンゴもあって全然いいんだけど、うん、やっぱり本物の音楽をやっぱりお届けできたんじゃないかなとそうですかいう気がしてなりません。ありがとうございます。嬉しいです。素敵なアンナさんでございますが、じゃあ、まあ、ちょっと一つというか、はい、まあ、質問になるんだけども、うん、最近アンナにとって、はい、音楽って何ですか、うん、っていう質問が来たら何て答える？音楽って何ですか、うん、私にとっては生きることかな。生きること、うんうんうん、もう本当に、うん、こう命と共にあるじゃないですけれども、うん、あのそれぐらい自分にとっては重きものであり、うん、大切なものであります、うん、なるほど、はい、分かりました。それと昨日聞いたんだけども、うん、能面、はい、ね、能面を作るんでしょ？そうですね、そうなんです。すごいよな、写真見たけどありがとうございます。その中の展覧会、はい、じゃない、 なんていうなんだ、あ、展示会ですね。展示会か、はいはい、うん、それもあるんだよね。あります。それちょっと告知しちゃう、はい、っていいですよ。はい、いいですか、ありがとうございます。うん、4月6日から9日まで、はい、あの東京の芸術劇場ってあるじゃないですか、池袋ですね。池袋の、はいはい、あそこの、地下1階にあるそういうこう何でしょう、いろんな展示会やってるスペースがあるんですけど、そこで、木金土日ですねやってます。はい、はい、やってます。こちらに来ました、はい、東京芸術劇場アトリエイーストですね、はい、あの西池袋の 1-8-1 の1って書いてあります。近い階ですよね、はい、あの西口パウエストパークっていうのかな今。そうですね、場所が変わ、はい、名称が変わったけど、ええ、西口公園、はい、のところですね。ですよね、はいはい、そうなんです、うん、よくコンサートやるときはここの地下で本当にあのリハーサルとかねやるところだよねそうそうそうあ、ちょうどここであのやるんだと思う。まだ始めてちょうど2年ちょっと過ぎまして、うん、それ能面っていうのは木を彫るの？そうです、杉の木を、四角い杉の木からノコギリとナタを使って、うん、あの削り出していって、うん、それどこでやるの？そういう工房みたいなのがあるわけ？そうなんです、あの中村光恵先生っていう女性の先生に指示して、うん、あの習ってるんですけれども、うん、その先生が京都から月に2回お越しになられてて、うん、でお教室まで習いに行くんですけど、まあ、こんなに立体的に彫れるようになるのかなと思ったんですけど、うん、意外とちゃんと彫れるようになり、ね、はい、写真見せてもらって、ありがとうございます。こう表をまずは第一作目として作って、うん、この間京都の展覧会を出して、東京は2年に1回なので、うん、そのちょうど2年前にこう拝見しに行っていて、うん、あ、すごいいいなって、なんかやっぱりコロナ禍でなかなかあのお仕事もっていう時に集中したかったんですよ、何かに。あ、いいことだよね、はい、何かこう集中したくって、能面とあとは陶芸も、陶芸は学生で、ね、はい、うん、学生時代やってたのでなんですけど、ちょっと能面は初の世界だったので。能面って、はい、なんか買うとかなんかそういうイメージがないんだけど買うとお高いんでしょ、はい、あ、お高いですね、お高いですよね、先生の作品は、はい、それなりのお値段がやっぱり、うん、だってもう手彫りで、ね、一個一個で、ね、一個一個全部全部だもんね。そうです、全部の工程、私なんかはまだなんかかる人でやっぱ2年以上かかる人もいるって言ってたし、早い人でもやっぱり最初は1年ぐらいは1作目できるのにかかりますって言われてて、うん、私もやっぱり 1年ちょっとかかって、今 2年目を掘ってるんですけど、ちょっとそれは4月には間に合わなかったんで、うん、でそれ掘ったものを色付けするの、はいはい、あれ。そうです、全部色も自分で乗せていきます、うん、先生に教えてもらって、ね、口の、 あの赤いとことかね、はい、あの目とか描いて、目とか、ね、だから 目の描いたりするのはやっぱ女性ってお化粧するから、うん、女性の方が上手って、うん、あ、そうだね、あの先生がおっしゃってました。あ、そうだ、ね、まあ、あとはね、あの三河さんとかね、そういうカルーセルさんとかねそっち系の人だね、ああ、なるほどね、そうなんですよ、うん、まあま
そういうこととか、あとはなんか告知ありますか。はい、今度ですね、放送600、私がやってる、はいはいはい、アンナカフェというラジオの放送600回の記念のリスナーズパーティーをすることになりまして、ちょうど放送的には3月26日かなの回が600回なんですが、うん、ちょっとリスナーズパーティーを別にしまして、うん、4月の29日土曜日の祝日になります。はいはい、汐留ホールで、東新橋の、うん、汐留メディアタワーアネックスっていうところの1階にあるんですけれども、すごく綺麗なこじんまりとしたホールなんですが、うん、そこですることになりました。うん、4月29日会場がコンサート形式、そうですね、コンサートしながら、うん、リスナーの皆さんのお便り読んだり、うん、ちょっと来てくださってるお客様とお話をしたりで、うん、公開収録の形になります。なるほどね、だから後ほどこう放送するという感じです。うんうん、会場が1時半で開演が14時になるんですが、はい、このお問い合わせはムーミュージックまで、ま、私の最近の、はいはい、ホームページとか、フェイスブックで入れますの で、ね、で今回はおいくらですか。一般の方で、ね、3000円です。安いんです。安い、めっちゃ安いです。で高校生が無料です。もう子どもさんたちにもたくさん見てほしいので、高校生以下はみんな無料にしました。ね、はい、ぜひねお越しいただきたいですし、でもう一個あるんでいいですか。いいよ、どうぞどうぞ。はい、4月21日の土曜日にですね、うん、これは博多なんですけれども、はい、新竹取物語っていう、はい、こうそのアンナカフェのラジオでドラマをやってたんですね。うん、ラジオドラマを8回に分けてやっていて、うん、それの朗読劇をなんと博多ですることになりまして、作演出が高梨優さんっていう方で、私の舞台も 何本か作ってくださったんですが、うん、4月21日金曜日。何故に博多なの。はい、今高梨さんが博多におられるのでそうなんです。あ、そ実はその影響で、ね、そういう、はい、ことで、うん、博多になったんですけど、ポンプラザホールっていうところで、はい、4月21日1日だけなんですよ。1日だけのスペシャルステージで16時からと19時から、うん、あります。もったいないね、1日だけっていうのはね。そうなんですよ、もったいないねって言ってたんですけど、まあ、とりあえずこうまずアンナさんに来ていただくので、とにかくスペシャルな機会にしたいということで、ちゃんとこう着物を着てっていう感じでやる素敵な朗読。また着物も似合うんだよね。ありがとうございます。中村さんいらっしゃいません、博多まで。博多ね行きたい、行きたいですけどね。顎足枕がねそうですよねさあ、いろいろ聞いてきました。はい、今日は最後の、曲になります。はい、魂の翼、はい、これを聞いていただこうと思います。これはどういう歌ですか。これはですね、本当にアルゼンチンのダニエルさんという方が作った、はい、曲なんですけれども、エラディア・ブラスケスさんというこの方ももう亡くなりになってるんですが、うんうん、もう本当に自分の哲学のような単語を作り続けた女性ボーカリストなんですが、うん、その方の書いたすごい素敵な詩なんです。それを私が日本語にさせてもらいました。うん、訳詞ということ、はい、訳詞からの作詞させていただきます。作詞と訳詞とね、はい、歌手シンガーとこれで曲まで作ったらどうなっちゃうのって1曲だけ聞きます。あんまりこっち入ってこないで、はい、では聞いていただきましょう。はい、佐伯杏さんで魂の翼。魂の翼風に広げて、いつか本当の私に出会えるその時を待っているから、そう言い聞かせ、怖くても前に向かってゆく魂の翼風に広げて、ありのままに人生を生きる愛と共にきっと出会える、大いなるもの楽しみながら今を生きてく、あなたの翼
風に広げて、苦しみの中でも生きる力が湧き上がり、闇を抜け出る光の中へ、魔法の絨毯で飛んでゆく魂の翼、風に広げて、あなたに温かい手を差し伸べて生きてゆく、純粋なものを見つめてゆくの、優しさは私の生きる糧、愛こそすべて。私の翼、風に広げて、何も持たずに生きたあなたの愛を忘れない、その苦しみは私の痛み、あなたと愛は人生だから、このサラステラLa historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento. Guardaré del que escribes mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma. Desplegada sorbiendo.素晴らしい、はい、訳詞でございました。はい、ありがとうございます、はい、今日は女優歌手、佐伯杏奈さんをお迎えしました、はい、また、はい、今ねもうアルゼンチンに行かれちゃうわけだから、はい、寂しい日本で待ってます、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。佐伯杏奈さんでした、はい、この番組は居酒屋一木の提供でお送りしました。行かないでおくれ、行かないでおくれ、僕のそばにいて。あの日歩いたレンガの歩道、思い出は二人。ラジオ川越 88.7